真面目に聞け。いや、俺はちゃんと高校生活を振り返ってますよ。近頃の高校生は大体こんな感じじゃないですか。小僧、へりくつを言うな。小僧って、いや、確かに先生の年齢からしたら俺は小僧。うっ、女性に年齢の話をするなと教わらなかったのか。すみませんでした。これのどこが野生動物の生態だ。野生動物の群れ社会に対する強烈なアンチテーゼです。へりくつはやめろ。まるで君は群れることを罪悪のように言うがな。先生だって個体っていうか独身で群れ。先生が言ってた勝負ってどうなってるんですか。ああ、あれか。勝敗の裁定は私が独断と偏見で下すから安心しろ。ここんとこにしまってある。あれです。そもそも遅刻が悪という認識が間違いなんですよ。殴る前に一応聞いてやろう。警察は事件が起きてから初めて動くし、ヒーローは遅れてやってくるのが定石です。だからといって彼らが遅いのを責める者がいますか。これはもう逆説的に言って遅刻は正義。ちょま、殴るのはノー。ノワークっていうか、先生親の気持ちなんてなったことないから分かんないはずでしょ。え、独身だし。先生、私の将来より自分の将来心配した方がいいって。結婚とか。先生かわいそう。今日もかい。もう誰かもらってやれよ、本当。俺やる気も意思もないんで去ってもいいですか。お、ですよね。平塚静香です。メール確認したら連絡ください。引ヶ谷君、夏休み中の奉仕部の活動について至急連絡を取りたいです。折り返し連絡をください。もしかしてまだ寝てますか。先ほどから何度かメールや電話をしています。本当は見てるんじゃないんですか。ねえ、見てるんでしょ。怖い、怖いよ。千葉駅行くのになんで高速乗るんですか。逆に聞こう。一体いつから千葉駅に向かうと錯覚していた。錯覚も何も、千葉行くって言ったら普通は千葉駅かと思った。残念、千葉村でした。まさに外道。なんすかそのアレなテンション。ざっとこんなところだな。なんかめちゃくちゃ手慣れてますね。これでも大学時代はよくサークルでバーベキューをしたものさ。私が火をつけている間、カップルたちがイチャコライ。気分が悪くなった。男子は火の準備、女子は食材を取りに行きたまえ。はい。ここで男女を引き離すのは過去の恨みが入ってませんか。大丈夫ですか。なんだ、引きがやも来ていたのか。平塚先生、やればできるじゃないですか。アラサーって言っても通じない。私はまだ立派なアラサーだ。引きがや、誰かを助けることは君自身が傷ついていい理由にはならないよ。いや、別に傷つくってほどのもんでも。たとえ君が痛みに慣れているのだとしてもだ、君が傷つくのを見て痛ましく思う人間もいることにそろそろ気づくべきだ。君は暇なら見回って手伝いでもするかね。俺鍋見てるわ。気にするな引きがや、私が見ててやろう。体育祭も平塚先生がご担当なさるんですか。まあな、こういう仕事は若手にお鉢が回ってくるものだ。ほら、私若手だから。若手だから。大事なことなので2回言いましたよ。この人、できるやつは組織に使い倒されて使い潰されるのが世の常だ。そのくせ給料は上がらない。わかる、わかるな。平塚先生、そこは共感してはいけないのでは。これって平塚先生の仕事なんだし。だって結婚とかどうすればいいのかわからないし。早く誰かもらってあげて。じゃないともう俺がもらっちゃうよ。私たちも別に詳しいわけではないですが、お手伝いします。うん、ありがとう。問い、相手に求める年収は。答え、1000万以上。ひりがやく、ちょっと待て。なんで俺ってわかったんだよ。うるせえ、世の中には俺と似たようなこと答えちゃうおバカさんがたくさんいるだろうが。ぎく
まあ、そのなんだ、目標は高い方がいいな。うん、うわ、この人ダメだな。とにかく問題もできたし、サンプリングを始めよう。おー、それでは真打ち登場、平塚先生です。先生はどんな料理を？これだ。どうだ、引きがや。うまい、超うまい。焼肉のタレすげえ。私を褒めろ。では大鳥、平塚先生。誰？引きがや、どうだ、結構やるもんだろう。いや、その綺麗ですね。そうか、ありがとう。私が何を言いたいかわかるな。書き直します。殴らないで。当たり前だ。少しは変わったかと思えば、報酬部で過ごす日々は君に影響を与えなかったのかね。俺のモットーは初志貫徹なので。激滅のセカンドブリッドを食らいたくなかったら、それ以上は口にしないことだ。これはもう優勝はコン。優勝は平塚先生です。あ、イエース。いやまさか優勝とはな。これは結婚も近いから。上がったよ。よちよち。この前も友達の結婚式があってな。いや、そりゃ相手に見る目がないんですよ。え？俺があと10年早く生まれていて、あと10年早く出会っていたら、多分心底惚れていたんじゃないかと思う。そんな家庭に意味はないけれど。なんだ急に。ない。しかし柄にもなくいい話をしてしまった。さすが私、いい教師だな。いや、いい女いい女なのに、なんで結婚できないかな。あ、すいません、鳥笠ください。ついでに旦那もください。寝てて。もうクリスマスか。気分悪い。仕事さえなければな。仕事さえなければクリスマス遊びに行くんだけどな。すいません、ハイボールください。結婚したい。やっぱみんな恋愛目当てかな。何してるんですか。じゃじゃーん、これだ。へえ、結婚式の二次会で当ててな。それも2回、一人で2回行けるねって2回も言われた。ちょっと、なんてこと言うんですか。この人なら一人で4回行った後、案外楽しくなっちゃって自腹で5回目も行くに決まってるだろう。下手すると6回目の時に俺が一緒に行っちゃうまである。本当、誰か早くもらってあげて。俺らがやらかしたら先生針のむしろじゃないですかね。その頃にはもういないしな。自分がいなくなった後のことなど知らんよ。おお、今時の若者っぽいセリフ。ぽいじゃないし、私今時だし若者だし。なんか忙しそうですね。ん、私も忙しいんだぞ。本当だぞ。今は休憩をな。ちょっとな。引きがや、ちゃんと取れよ。私がここでサボってたのは内緒だぞ。傷つけないなんてことはできないんだ。人間存在するだけで無自覚に誰かを傷つけるものさ。生きていても死んでいてもずっと傷つける。関われば傷つけるし、関わらないようにしてもそのことが傷つけるかもしれない何かあれば私の首が飛ぶだけだ。その時はまあ結婚でもするかな。相手いないけど心配いらないですよ。もらってくれる？なんでだよ、もらわねえよ。俺なんかにもったいないでしょ。だからほら、早く誰かもらってあげて。俺の気が変わらないうちに。けど、そういうのを全部ひっくるめて。君が好きだよ。照れるな照れるな。君は私にとって最高の生徒だよ。そういう意味では本当に好ましく思っている。
歩いている最中は進んだ距離を振り返らないものさ。もっとも歩みを止めてしまったものからすると、進んだ距離の分だけ裏切られたようにも感じるものだが、今近い場所でこの光景を見られてよかったよ。いつまでも見ていてはやれないからな。君と踊るのをすっかり忘れていた。は？いや、俺ちゃんとしたダンスなんてやったことないですよ。私もだよ。やいったー！君は本当に手がかかった。さよならだな。さよなら、先生。引きがや、リア充爆発しろ。それ古いですよ。10年前のセンスじゃねえか。